ましたら、いつもの場所、私が示すこの方向、黄色い、レンジャーのついた旗がありますが、あそこで、レンジャーの展示を行います。皆さんどうぞ、全て、ご覧になって、帰っていただければ幸いです。の方に移行します。
いつもはこんな感じじゃなくて、ね、ちょっと今日は可愛い子がいますね。はい、じゃあ次、後ろに実はね、鉄締めを売ってる、阿南医師です。一言。今日はリクルートを担当します。精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。彼女は音大卒で、非常に音楽に精通しているので非常に太鼓も、リズム感が非常に良くてですね、うちとしても非常に助かっております。あとその他、エトセトラです。男の隊員はね、エトセトラでいきますのでよろしくお願いします。はい、それでは演奏の方に移らさせていただきます。武将という曲をお聴きください。ありがとうございました。武将という曲をお聴きいただきました。次の曲で最後になります。次の曲で最後になるんですけども、最後にちょっと、宣伝というかちょっとさせてもらいたいと思います。来年の1月28日に、兵庫県の芸術文化センターというところで中部方面音楽祭りというものが開催されます。これは自衛隊の音楽のイベントなんですけれども、先ほど、我々の前に演奏してくれた第三音楽隊の皆さんであったり、でもちろん我々も、出演します。それで、チケットは中部方面隊というところで検索してもらって、応募で抽選になるんですけれども、もちろんタダなんで、もし今回ね、演奏もあります。ありがとうございました。続いて格闘展示を行います。申し訳ありません、マッチョコンテストを、行います。緊張してます。